はこの列車が赤湯駅を出発し米沢駅へ向かっております。ここで赤湯駅で積み込んだ長寿芋中央線についてご紹介します。長寿芋はその名の通り長寿を狙うものに作りました。発売芋は老化防止のビタミンが生まれるビタミン D が県内の値が野菜で食べたら何度も多くに発表しています。また、アンコは山形県産のレミアスマを主に全国各地から現在そういったさつまいもを合わせて食感と新鮮な甘さのアンコに出来ました。生地には年齢高なバターの香りと人気、生臭の香りとが合わさり、